ベルリン市街戦はベルリンの戦いにおける一方面の戦いである。ベルリンの戦いは第二次世界大戦における終末期のナチスドイツと連合国との間における支配地をめぐる戦いで、本市街戦はその局地戦の一つであった。ソ連赤軍3方面軍によるベルリン占領まで続いた。ドイツ軍にとっては戦いの初期段階で、 すでに絶望的な状況であったが、にもかかわらず赤軍が市の中央部に進撃するためには通りごとに多大な犠牲を払わなければならなかった。1945年4月23日、赤軍は初めてベルリン市の郊外に侵入。4月27日までに市は完全に包囲された。5月2日、ベルリン防衛軍司令官ヘルムート・バイトリング大将は、 赤軍第一次ロシア戦線敗下の第八新英軍司令官ワシーリー・チュイコフ大将に降伏した。詳細はオーデル内セの戦いを参照詳細はゼーローコーチの戦いを参照オーデル内セ戦での戦いの主戦地はベルリン郊外東方面での最終防衛戦、ゼーローコーチで4月16日から19日までの4日間にわたって激戦が行われた。 戦いの最終日の19日、第1シロロシア方面軍は、ゼーロコーチのドイツ軍最終防衛戦を突破。その結果、ソビエト赤軍とベルリンの間には撃破され、疲弊しきったドイツ軍しか存在しなかった。その前日、フォルストを包囲していた第1ウクライナ方面軍は、戦型に広がって進撃し、一部の部隊が、ベルリン西側のエルベ側に進出していたアメリカ軍と、合流すべく、 南西へ向かい、主力部隊はベルリン包囲のために北東へ進出した。4月19日の遅く、ゼロロー高知南部、フロスト南部、フランクフルトアンデアオーダー北部のドイツ軍東部戦線は消失し、これを突破した2個ソビエト赤軍方面軍がフランクフルトアンデアオーダー東部でドイツ第9軍を包囲した。包囲網を西へ突破しようとする。 第9軍の戦いは後にハルベの戦いと呼ばれる。ソビエト赤軍の損害は4月1日から19日の間が激しく、ゼーロー高地で破壊された727両を含めて、総勢2807両以上の戦車が破壊された。ドイツ総統、アドルフ・ヒトラーの誕生日である4月20日、第1次ロシア方面軍の砲兵部隊は、ベルリン市中央部に砲撃を開始したが、これは、 ベルリン市が降伏するまで続いた。その砲撃の最中、第一白ロシア方面軍は、ベルリン市の東方面から北東部を包囲し始めた。一方、第一ウクライナ方面軍はドイツ中央軍集団の北側防衛線を突破、ユーターボーク北方へ進撃、その途中、エルベ川沿いのマクデブルクへ進撃していたアメリカ軍と開港した。また、 第2シロロシア方面軍は、シュテッティンュベート間北方で、バイクセル軍集団配下の第3総行軍の防衛線の北側中央部を攻撃した。その結果、4月24日までには、第1シロロシア方面軍と第1、ウクライナ方面軍の主力は、ベルリン市の包囲を完了。その翌日の25日、第2シロロシア方面軍がシュテッティンに気づいた。 共闘歩足掛かりに第三装甲軍の防衛線を南へ突破、乱動湿地を横断したが、それはバルト海に面したシュトラールズンとの港へ、進出していたイギリス軍、第21軍集団のところまで、障害なしに北進することが可能になったことを意味した。第5新英軍配下のソビエト第58、新英師団はエルベ川沿いのトルガウ近くで、アメリカ第一軍配下の、 第69不評師団と開講した。ベルリンを包囲したソビエト赤軍は S バーンを環状に形成したドイツ軍防衛戦へ徹底的に浸透し、4月25日遅く、戦いの最終局面はすでにベルリン市内に移り、ベルリン市におけるドイツ防衛部隊の戦いがソビエト赤軍による占領を遅らせるとは思われなかった。ベルリン防衛軍司令官、 ヘルムート・バイトリング大将が使用できる戦力は、損耗しきった国防軍、武装 SS の数個手段で合わせて4万5千人ほどであり、さらに警察官、ヒトラー有限と国民突撃隊が加わった。国民突撃隊は4万人ほどいたが、その中には若い頃に従軍経験のある者が多く、第一次世界大戦の従軍者までいた。ヒトラーにより、ベルリン中心部防衛には、 ビルヘルム・モーン・ケ・ SS 少将が任命され、総統護衛大隊などを中心とする兵士2000人が、その指揮下に配属された。バイトリングは市内を A、H の八区画に分けて、それぞれ防衛部隊を配置したが、部隊のほとんどは戦闘経験がなかった。ベルリン製法を第20総攻敵団兵士団、北方に第9攻下両兵士団、北東にミュンヘベルク総攻師団、 南東方向とテンペルホーフ飛行場に、第 11SS 義勇総攻敵弾兵士団、ノルトラント、予備として、第18総攻敵弾兵士団が中央部とそれぞれ、配置された。ソビエト赤軍は砲兵による濃厚な支援射撃の下、6から8人の兵で小規模な戦闘グループを作り、それをさらに80人ほどにまとめ、武器を混成させた部隊を構成させた。これらは、 ソビエト赤軍が独組戦で攻勢を始めてから、各々のフェスタンススタットをめぐる戦いで、家一つ一つを奪い合う激戦に有効な戦術として発案されたものだった。ドイツの標準的建築物ベルリン市内を防衛する、ドイツ軍には3つの問題が生じていた。第1に、ドイツ軍がこの5年間に追った損害。第2に、ベルリン市の地形的特徴。第3に、 ソビエト赤軍の戦術であった。特に、ベルリン市中央部の大部分はいくつかの水路、公園、及び広大な鉄道関連施設や広く直線でできた道路から形成されており、なおかつ一部にクロイツベルク山が存在する程度の平地であり、進行を妨げる要害が存在しなかった。また、標準的な住宅のほとんどは、レンガで作られた十九世紀に建設されたもので、 通りから石炭を運ぶ馬車やトラックが中庭に入れるように通路がついていた。さらにはその中庭を中心に建物が並んでおり、どこからでも侵入できる作りになっていた。武装 SS は戦いの間、通りに面した建物を遠距離砲撃で崩して陣地を形成したので街角の急増バリケードを使わなかった。そして、 ソビエト赤軍戦車の機銃が高い位置の目標を打つことができなかったので、建物ごとに狙撃兵や機関銃を配置し、さらには窓のある地下室や通りに開いた穴にパンツァーファウストを配置した。これらの戦術はヒトラーユーゲントや国民突撃隊も言った。戦後の急増バリケードソビエト赤軍はそれに対抗するためにタンクデサントを配置。 軽機関銃などを装備させたが、これは戦車の射撃範囲を狭めることとなった。そのため、もう一つの解決策として実行したのは、ドイツ軍狙撃手に対して、対空砲を使い、建物には銃砲撃を浴びせ、通りに面した建物を一つ一つ相当していくことだった。戦闘は、屋根伝いや屋根裏で行われたり、隣接した建物の穴を抜け、時折壁をぶち抜き、 地下室や部屋伝体に行われ、この浸透戦術は戦車を待ち伏せしていたドイツ兵を狩り出した。手榴弾と火炎放射器はこの戦いで非常に効果があったが、ベルリン市民が避難していなかったため、多くの犠牲者を出すこととなった。郊外での戦闘が絶望的になったことで、ベルリンの運命は事実上決していたが、ベルリン市内での戦闘は継続していた。 4月23日までには、第一新鋭戦車軍と、その他の部隊がケーペニックの南で、シュプレー川、ダーメ川に至り、4月24日までに、ブリッツ、ノイケルに進撃した。また、早朝には、第5突撃軍が、シュプレー川を横断、トレプト公園に至った。24日未明に、第56総甲軍団の反撃を受けたが、これを撃退。 さらに進撃したため、ソビエト赤軍の大きなくさびが打ち込まれ、第一新鋭戦車軍は、テルト運河越しに攻撃を行った。6時20分、約3000門の砲による砲撃と重爆撃機による爆撃を開始、火強が終了した直後の7時に最初の部隊が運河を渡り、12時には戦車が支援に加わった。夜にはトレプト公園を占領。 ソビエト赤軍は S バーンに達した。戦闘はベルリン市の東南で激化し、第 33SS 武装的弾兵士団、シャルル・マーニュのフランス SS 突撃大隊に所属する約300名のフランス人義勇兵が第 11SS 義勇総攻的弾兵士団、ノルトラントと合流した。その日、ベルリンに到着した増援はこのフランス人突撃大隊だけだった。 彼らは、ハーフェル川とシュプレー川の向かい側の無人のバリケード以外の防御が手薄な成功外を通り、ノイストレイリッツの近くの新鋭隊施設から、ベルリンの中央部へ移動した。4月25日、第 11SS 総攻敵弾兵士団、ノルトラント司令官、ヨアヒム・ツイーグラーが解任され、公認司令官となったクルケンベルクが、C 区画の防衛を任されることになり、 フランス人義勇兵たちは、ノルゲ連隊及び、ダンマルク連隊が壊滅した、ノルトラント師団と共に防衛線を補強することになった。正午、彼は C 区画に到着したが、テルトウンガ南方のドイツ軍共闘法はすでに放棄されており、夜には C 区画を放棄して、市中央部 Z 区画へ退却しなければならないと、陸軍総司令部、ハンスクレープス大将へ連絡した。 ノイケルンの場所第8新英軍と第1新英戦車軍の部隊はノイケルンの南方を通って S バーン防衛線に存在したテンペルホーフ飛行場方面へ進撃した D 区画の防衛はミュンヘベルク装甲師団が担当しており12両の戦車と30台の装甲兵員輸送車が補充される約束であったが実際には廃山兵と 国民突撃隊が補充されるにとどまった。ソビエト赤軍はドイツ軍を撃破するのに火炎放射器を使用し用心深く進撃した。夕暮れまでには何台かの T-34 が飛行場に至ったが、そこでドイツ軍の激しい抵抗に出くわした。ミュンヘベルク装甲師団は翌日までなんとか戦線を維持していたが、これが ソビエト赤軍を大規模に足止めした最後の抵抗であった。26日、ソビエト赤軍は、ノイケルンへ進撃。クルッケンベルクは、シーク核防衛のためにユーバーンのヘルマン広場、駅周辺に防衛線を築き、司令部をオペラハウスに置いた。その時、兵力を減じたドイツ軍の二個次第が、ソビエト赤軍五個軍と戦っており、戦況は絶望的だった。 第5突撃軍は、東方から西方へ向かいトレプト公園方面へ、進撃しており、ノイケルン北方から第8進鋭軍、第1進鋭戦車軍が進んだが、テンペルホーフ飛行場で足止めされた。一方、第1ウクライナ方面軍イ下の第3進鋭戦車軍は、マリーエンドルフから進撃していた。ノルトラントがヘルマン広場へ交代したため、 フランス人義勇兵と100人ほどのヒトラー・ユーゲントがパンツァー・ファウストでソビエト赤軍戦車14両を破壊しハーレンゼー橋付近の機関重陣地で48時間にわたってソビエト赤軍を足止めした。一方、ティーアガルテンで第56総工軍団のニッ師団がソビエト赤軍の攻勢を失速させることはできたが止めることはできなかったためノルトラントが ティーアガルテンを保持するよう命令された。ヒトラーは、ヘルマン・ゲーリングから、ドイツ空軍司令官を引き継がせるために、ミュンヘンにいた、ローベルト・フォン・グライムを呼び寄せた。グライムは、ハンナ・ライチュニファイ156シュトルヒを操縦させて、ベルリンへ向かう途中、ソビエト赤軍の対空砲火を受けて負傷したが、ブランデンブルク門の近くのティーアガルテンへの着陸に、成功した。4月26日、 ライチュド・グライムがベルリンに到着した同日、第56装甲軍団司令官、ヘルムート・バイトリング砲兵大将がベルリン防衛軍の司令官に任命された。バイトリングは20日に第56装甲軍団司令官に任命されたが、その2日後にはヒトラーから銃殺命令が出された。これはバイトリングがヒトラーの死死命令に背いて、司令部を交代したと誤解されたためであった。 バイトリングはエルンスト・ケーターの後任のベルリン防衛軍司令官に任命されたが、ケーターは前日にヘルムート・ライマン中将と交代したばかりであった。ジューコフはソビエト赤軍が制圧した地域でドイツ軍政を組織化するための職務にベルザーリンを任命した。ベルリン市長や市職員はベルザーリンの元へ向かうよう要求された。その翌日、 ソビエト空軍が使用できるようにするため2000人のドイツ人女性がテンペルホーフ空港の障害物除去を命令された。第一白ロロシア方面軍と第一ウクライナ方面軍がベルリンの中心部に集中して進撃したが、このことが弾着観測機や他の方面軍に正確に伝わらず、しばしば友軍の支援放火を浴びることになった。しかし、これは、 各ソビエト赤軍部隊のドイツ総統官邸をめぐる競争がもたらしたものだった。このことを第一ウクライナ方面軍のある軍団長は、俺たちは、ドイツ軍は、怖くないが、お隣さんが怖いのさ、ベルリンまで来て、お隣さんの手柄を聞かされるんじゃ、たまらねえからなと、軽口でジョークにしていた。歴史家、アントニー・ビーバーによれば、実際に起きた事実はこの冗談を上回っており、 チュイコフは、霊下の第8新英軍に帝国議会議事堂への直通路を塞いでいる第3新英戦車軍の前を横切らせ、左側面から進撃するように故意に命じたと指摘している。チュイコフは、この行動を第3新英戦車軍に伝えなかったため、5社で多くの兵士が犠牲となった。南西方面では、第三神栄戦車軍が第28軍の支援のもと、 クルーネバルト郊外の森林公園で第18総攻的弾兵士団の残存兵力を東方向から撃破シャルロッテンブルクへ突入した。南方では第8新英軍と第1新英戦車軍が4月27日に運河のドイツ軍陣地を撃破、総統艦艇とそれに隣接する総統地下号まで2キロ以内に迫った。南東方面では 第5突撃軍がフリードリヒスハインの降車砲塔を迎え、フランクフルターアレーとシュプレー川の堤防の間で、第9軍団と交戦していた。4月27日までに、ソビエト赤軍は全方位から S バーンの防御線を突破し、ドイツ軍はテーアガルテン地区を中心とした、旧滋賀市街地に東西に25キロ、南北に3キロほどの場所に閉じ込められた。北西方面では、 第47軍がシュパンダウに到達しようとしていたが、それは国民突撃隊と空軍士官候補生からなる部隊とのガート飛行場をめぐる戦闘に影響した。北方では第2戦車軍がジーメンスシュタットで足止めされていた。一方、第3突撃軍はドイツ残存部隊を追撃してフンボルトハインの降車砲塔を受回、ティーアガルテント、 プレンツラウアーベルクの北側に進撃した。2004年、フンボルトハインの降車砲塔4月27日、ソビエト空軍は銃爆撃機でベルリンを爆撃した。第8新英軍と第1新英戦車軍は、ワーテルローの戦いにちなんで名付けられたベルアリアンス、広場を皮肉にも防衛している、ノルトラント師団のフランス人義勇兵を攻撃するよう命令された。その夜、 バイトリングは戦況をヒトラーに報告し、稼働できる戦車40両を使用した綿密な脱出計画を提案した。しかし、ヒトラーは相当地下号に留まると宣言、バイトリングの計画を拒否した。その頃、中央部を防御する Z 区画防衛司令部はユーバーン・シュタットミッテ駅の車両の中だった。ノルトラントの走行車両は捕獲した4台の ソビエト赤軍走行兵員輸送車、2台の反送機車のみで、なおかつ武器はパンツァーファウストが主力となっていたが、それだけで、ソビエト赤軍走行車両や一つ一つの建物を巡るほど熾烈な白兵戦を繰り広げることとなった。4月28日夜明けに、第20軍団所属のクラウゼエビッツ走行師団、シャルンホスト走行師団と、国家労働法師団、テオドール・キルナー師団が、 ベルリンの南西方面からベルリンに向けて攻撃を開始した。それらは第12軍の所属部隊で士官学校成などで構成されており、当時ドイツ軍の中でも比較的戦力を保持している部隊であった。その構成はベルリンへ向けて24キロにわたったが、ポツダム近郊の守備色庫で力尽きて進撃が停止した。四月十八日、遅く、ヒトラーは、 新英大全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーが、スウェーデン赤十字社副総裁、ホルケ・ベルナドッテ・ハクに和平交渉のために、リューベックで接触したことを知った。ヒムラーは、ベルナドッテ・ハクに西側連合軍最高司令官、ドワイト・ディ・アイゼンハワーと、和平交渉をしたいので間を取り持つよう、要請していた。ヒトラーは、ヒムラーの配信行為に激怒し、グライム・トライチェに、 カール・デーニッツの元へ向かうよう命令し、さらに、グライムへ、裏切り者ヒムラーを逮捕するよう言明した。その日、ミュンヘベルク装甲師団は撃破され、相当地下号の南、約1キロにあるアンハルト駅へ退却した。伝えられている話では、進撃するソビエト赤軍を足止めするためにヒトラーは、ラントベア運河を破壊、そのため、市民が避難していた。 S バーンのアンハルト駅地下のトンネルでパニックを引き起こし何千人かが溺死したとされている。しかし、その水位は1メートルほどゆっくり上昇したに過ぎず、1945年10月にトンネルから4月27日から28日、第一ウクライナ方面軍の大部分がベルリンからプラハへ転進するよう命令された。これは、第一白ロシア方面軍の1個不減水に、 ベルリン占領の栄光を与えるためであり、第一ウクライナ方面軍の所員は行き通った。1945年、帝国議会議事堂4月28日、ドイツ軍は東のアレクサンダー広場からシャルロッテンブルク、西はオリンピックスタジアムまでの幅5キロ、長さ15キロ未満の地域を保持しているに過ぎなかった。通常、ソビエト赤軍はトンネルや対比号での戦いを避け、 彼らを閉じ込める作戦を取った。ただ、帝国議会議事堂、北方1キロメートルにあった、モアビート刑務所では、第3突撃軍が進撃のために、銃砲で穴を開けたため、混乱が生じた。そのため、部隊が駐屯した。その後、第3突撃軍は、ティアガルテンの戦勝記念塔を視野に捉え、正午の間には、シュプレー側のモルト家橋に進撃した。ドイツ軍は、 モルトケ京を爆破したが、不評ならば渡れる状況であったため、夕方にソビエト赤軍が、重砲兵の支援のもと、モルトケ京を渡った。真夜中までには、ソビエト赤軍は、第150、第171狙撃師団を増援、ドイツ軍の反撃を食い止め、共闘法を確保した。同日、ハンスクレープス参謀長は、相当地下壕からフィルステンベルクに滞在している。 ビルヘルム・カイテル国防軍最高司令部総長へ最後の電話をした。クレープスは救援が48時間以内に到着しないならばすべてが怪人に課すだろうとカイテルに話した。カイテルは第12軍司令官バルター・ベンクト第9軍司令官テオドールブッセへ強く働きかけると約束した。一方、ナチ党官房長マルティン・ボルマンはデーニッツに 総統官邸は、瓦礫の山となった。と打電した。さらにボルマンは諸外国の報道機関が、ヒムラーの配信を報道しており、総統はシェルナー、ベンク、他の中誠を期待し、彼らがベルリンを救うことを期待している。と言った。夕方、グライムとライチュは、アラド AR96 高等練習機で、ベルリンから飛び立つこととなった。グライムは、ドイツ空軍に命令して、 ポツダム広場に進撃したソビエト赤軍を攻撃することとヒムラーが逮捕されたか確認することを命令されていた。ソビエト赤軍はヒトラーが空路、逃走することを恐れていたため、第3突撃軍がグライムの乗った飛行機を攻撃したが、失敗、グライムは飛び立った。28日夜、ベンクは、カイテルに、第12軍がすべての箇所で、 ソビエト赤軍に押し戻されたと報告した。第1 2軍配下の第20軍団に精一杯できることはポツダム守備隊と一時的な接触を確立することであり、第9軍の支援が期待できない以上、ベルリン救援は事実上不可能であった。そして、カイテルは、ベンクにベルリン救援を行わなくても良いと許可した。4月29日午前4時。 相当地下壕においてヒトラーは、エヴァ・ブラウンと結婚。その直後、秘書トラウデル・ユンゲに衣装を、後日筆記させ、ブルクドルフ、ゲッペルス、クレープス、ボルマンらが、一緒に署名した。第2次郎ロシア方面軍が、バイクセル軍集団を撃破、バイクセル軍集団司令官ゴッドハルト敗立は、ヒトラーの死死命令に従わず、第3総攻軍司令官、 ハッソフォンマントイフェルに撤退するよう命じた。4月29日、バイクセル軍集団司令部は、第9軍と連絡を取れなくなっており、軍集団司令部は、もはや何もできない状況であった。敗因率は、ヒトラーの死死命令に背いたため、軍集団司令官を解任された。しかし、公認を引き継ぐようにとカイテルに命令された、マントイフェルは、着任を拒否した。 そしてハインリチワを食い本部に呼び出されたが、ぐずぐずして引き伸ばし、結局向かうことはなかった。後に書いてるは、第21軍司令官、クルトフォン・ティッペルスキルヒが後を継いだと解雇している。他の情報では、ティッペルスキルヒが、クルト・シュテデントが着任するまでの一時的な着任であったとされているが、シュテデントはイギリス軍の捕虜になったため、着任していない。しかし、 ピッペルスキルヒアクルとュテュデントのどちらが司令官であったかは、この際、問題ではなく、この数日間で急速に悪化している状況の方が、もっと深刻な問題であった。1900年頃のモルトケ教4月29日早朝、第150及び第171狙撃兵士団は、モルトケ教を渡り、周辺の通りと建物に戦場に進撃を始めたが、 架橋作業などを行う時間がなかったため、重装備を運ぶことはできなかった。そのため、攻撃部隊が使用できた重装備は、鉄道線路に封じしたカチューシャのみであった。第150狙撃兵士団は、下下ッポの強化された陣地に出くわし、困難な戦いを強いられ、手榴団と軽機関銃で戦わざるを得なかった。同時刻、 南東方向から第301狙撃兵士団が攻撃を開始、プリンツアルブレヒト街のゲシュタポ本部は激しい戦闘の上、一旦は占領されたが、武装 SS の激しい反撃のため放棄せざるを得なかった。ゲシュタポ内には4月23日に殺害されずに済んだ7人の逮捕者がいた。南西方面では第8新英軍がィアガルテン付近で運河を渡り、 機体進撃を開始した。ノルトラントはその時、モーン形式下にあった。全兵士が休みのない戦闘で疲弊しきっていたが、ノルトラントのフランス人義勇兵は、戦車撃破を得意にしており、中央地区で撃破されたソビエト赤軍戦車108両の、うち、半分が彼らの手によるものであると言われている。その日の午後、ベルリン市街戦で、合計8両の戦車を単独で撃破した。 フランス SS 突撃大隊のフランス人義勇兵、ウジェーヌ・バンドーブ総合長と、第 503SS 銃総合大隊長、フリードリヒ・ヘルツィヒ・ SS 少佐の二人が、第三帝国最後の騎士鉄十字章を与えられ、他にも五台の戦車を撃破して、勲章を与えられた者がいた。四月十九日の夕方、最前線まで、ほんの数メートルとなったベンドラーブロックの、ベルリン防衛軍司令部で、 バイトリングは、配下の部隊長と会議を行い、ポツダム近郊の守備色を小そばにある、フェルヒ村まで進出していた第12軍と接触が、可能か議論し、脱出はその日の22時に開始とした。その頃、クレープスはヨードルに、即座に報告せよ。第1に、第12軍の所在位置。第2に、攻撃開始時間。第3に、第9軍の所在位置。第4に、 第9軍が突破する正確な場所。第5に、ルードルフ・ホルステ軍の所在地。と、無線連絡を入れた。30日、ヨードルは答えた。第1に、ベンク軍は、守備色を好み並みで、進撃停止。第2に、ベルリンへの進撃を続行できない。第3に、第9軍は、ほとんどが包囲されている。第四に、ホルステ軍は守備で、手一杯である。よって、 東方からのベルリン救援はあらゆる場所において不可能である。と、帝国議会議事堂での戦い4月30日、ソビエト赤軍攻撃部隊にポーランド軍が加わった。午前6時、第150狙撃兵士団は、ゲシュタポ本部のあったビルの上階をまだ占領していなかったが、そこでの戦闘を継続しつつ、京日広場を400メートルほど横切って、 帝国議会議事堂への攻撃を開始した。ソビエト赤軍が早急に攻撃を開始したのは、帝国議会議事堂が第三帝国の象徴であり、ソビエト赤軍はそれを誇るために、モスクワでの命令パレード前に占領したかったのである。ドイツ軍は計2広場に、残壕やトンネルを掘り、さらに崩れたトンネルにシュプレー側の水が入り込んでいた、ため、前進は容易ではなかった。 最初の不評による攻撃は、ケ京ヒ広場西のクロール歌劇場と、帝国議会議事堂から行われる十字砲火を受け、多くが死傷した。その頃、シュプレー側に仮設橋が架橋され、戦車や重砲が川を渡り始め、それらは、クロール歌劇場の北西から、帝国議会議事堂攻撃の支援射撃を行った。十字までに、第150狙撃兵士団は残豪を占拠したが、 そこから 2km ほど離れた場所にある TR10 の降車砲塔からの88ミリ砲による正確な射撃が昼の間ソビエト赤軍の進撃を妨げた。占領までの数日間、203ミリ榴弾砲やカチューシャなど90門の砲列が残酷や帝国議会議事堂を砲撃し、第171狙撃兵士団が正面。 その左側面を第150狙撃兵士団と布陣し、京に広場の北方の建物を占領するための攻撃を続けた。そのため、周囲の建物から退去したドイツ兵らは帝国議会議事堂へと交代した。その頃、ベルリン中央部には約1万人のドイツ兵がおり、各所で攻撃を受けていた。ソビエト赤軍砲撃の集中箇所の一つは、 ビルヘルム街の航空ショービルであった。ヘルマン・フォン・ザルザエ、戦車大隊のザンゾン・ティーガーは、ティー・アガルテンを南へ抜けて中央部へ進撃していた、ソビエト赤軍第3突撃軍と、第8突撃軍へティー・アガルテン東側から攻撃を、開始したが、これらのソビエト赤軍の行動は、ドイツ軍の西方への脱出を困難にしていた。1945年6月3日、 荒廃したベルリン翌日の早朝、モーンケはヒトラーに、ベルリン中央部は、あと二日しか持たないと伝えた。また、バイトリングはその日のうちには弾薬を使い果たすことになるとヒトラーに伝え、再度、ベルリン脱出の許可を要請した。13時、バイトリングはヒトラーより脱出の許可を与えられた。その後、ヒトラーとエヴァは自殺、その遺体は焼却された。ヒトラーの遺書により、 ヨーゼフ・ゲッペルスが次期ドイツ首相になった。15時15分、ゲッペルスとボルマンはデーニッツにアドルフ・ヒトラーの死と次期大統領になるよう指名された旨を無線連絡した。ベルリン市は戦闘による煙のため夕暮れが早まったかのように見えた。18時、バイトリングがベンドラーブロックでベルリン脱出計画を練っている間。 ソビエト赤軍第150狙撃兵士団は、銃砲の集中砲火の下、三個連隊で帝国議会議事堂への攻撃を開始した。すべての窓がレンガで塞がれていたが、なんとか正面ホールへの突入に成功した。内部にいたドイツ軍は、約1000人ほどで水兵やヒトラー有言と武装 SS などが混成していた。隊場の木沢橋から攻撃を行い、 まるで中世の戦いのような戦闘が続いた。ソビエト赤軍は多大な犠牲を払ってメインホールを占拠したが、上の木沢橋を占領するには、さらに苦労を重ねることになった。火災と砲撃によって、帝国議会議事堂内は、瓦礫の迷路と化しており、さらには部屋を一つ一つを攻略していかなければならず、時折、凄まじい抵抗に出くわした。メーデーの日に近づいた日、 ソビエト赤軍は戦闘を継続しつつも帝国議会議事堂の屋根に至った。ライフスタークの赤旗も参照ソビエト赤軍は22時50分帝国議会議事堂に赤軍家を建てたと主張しているがアントニー・ビーバーはソビエト赤軍は5月1日までに帝国議会議事堂を占拠することに関わりすぎていたとしてこれが誇張であると指摘している。真実がどうであれ 帝国議会議事堂にいたドイツ軍300人は降伏した日の午後まで1日中戦い続けていた。ドイツ軍の他の将兵らは200人が戦死、残りの500人は最終攻防戦までに負傷し、地下に横たわっていた。5月1日、クレープスは降伏交渉をソビエト赤軍第8親衛軍司令官チュイコフと言ったが、 無条件降伏を受け入れることを首相ゲッペルスが拒否したため、クレープスは虚しく帰った。ソビエト赤軍はドイツ軍が無条件降伏しなかったため、10時45分、ドイツ軍が押し込まれている地帯に火の嵐のような攻撃を開始した。その日の午後、ゲッペルスは子供に毒を飲ませ、20時頃、妻のマクダと共にシアン化合物の入ったカプセルを噛み砕き、同時に、 拳銃で自殺した。彼らの遺体は焼却処分するよう命じられていた。ゲッペルスの死後、新たなドイツ大統領に指名されていたデーニッツ提督は公認首相にルートビヒシュベリンフォンクロージクを任命した。デーニッツ政府の本部はデンマーク国境に近いフレンスブルクにあり、デーニッツ政権はフレンスブルク政府とも呼ばれる。ベルリンの二つの校舎法等も降伏に同意したため、 ソビエト赤軍は攻撃を中止した。ティーアガルテンの校舎砲塔は4月30日にソビエト赤軍により降伏するよう通達されていたが、5月1日、降伏文書は30日の23時に受領、今日の夜中に降伏すると回答した。これは校舎砲塔の守備隊員が夕方に脱出するための時間稼ぎであった。もう一方、 シュパンダウ要塞は1630年にハーフェル川とシュプレイ側の合流地点の中州に建てられたものであったが4月30日ソビエト赤軍第47軍は降伏勧告を行ったその日の15時要塞は降伏したその後判明したが実はこの要塞はドイツの化学兵器関連施設であった5月1日バイトリングは生存者たちに21時に 北西方面へ脱出するよう命令した。しかし脱出計画は遅れを見せ、23時に始まった。最初に脱出したのはモーンケ率いる相当官邸の人々であったが、バイデンダム橋を避けて、シャリテイ病院に向かったことは幸いであった。しかし、その後チリジリとなってしまい、モーンケはシュルトハイスビール醸造所で捕虜となった。次のグループは、ティーガー戦車を先頭に脱出を試みたが、 バイデンダム橋で、すぐに撃破された。そのグループには、マルティン・ボルマンがおり、深夜1時頃にシュプレー川を渡ったものの脱出できず、レアター駅付近で、ヒトラー主治医のルートビヒシュトゥンプフーエンガーと共に、自殺したと言われている。ボルマンは、ベルリン市街戦で死んだ、唯一のナチス政権幹部となった。ボルマンの遺体は30年後、発見されることになる。 クルッケンベルクとノルトランドの生き残りは夜明け前にシュプレー側を渡ったが、ソビエト赤軍を突破することができず、中央地区で戦うことを余儀なくされた。そこで彼らは解散してそれぞれ脱出することにし、中には軍服をぎ捨て避難民になりすまそうとした者も,もいたが、ほとんどが戦死するかクルッケンベルクのように捕虜となった。ソビエト赤軍は彼らが脱出しようとしているのに気づいており、 急遽、非常線を張り脱出に備えていた。そのため、中央地区東側のシェーンハウザーアレイを鍛え抜ける、脱出は、失敗に終わった。ミュンヘベルク師団、第18総合的弾兵師団、第9高化両兵師団の残存兵は、ティアガルテンを通って、西へ脱出した。また、それらには、他の落語兵、避難民も続いた。シュパンダウは、 ヒトラー有限との文献体が保持していたので、シャルロッテ教を渡ってハーフェル側の向こうへ脱出が、試みられた。ソビエト赤軍の猛烈な砲撃のもと、何千人かが脱出に成功した、また、脱出に成功した、走行車両は下明けにへ向かった。その他、少数の人々が西側への脱出に成功し、西側連合軍に降伏したが、大多数は、 ソビエト赤軍との戦闘で死亡するか、捕虜となった。脱出中に死亡したドイツ兵や避難民は数万人規模とみられ、実数は不明である。戦時国際法に基づいて、白旗を振って投降しようと試みた人々もいたが、白旗の意味を理解できないか、意図的に無視した等の理由により、ソ連軍の砲撃が止むことはなかった。5月2日、ソビエト赤軍は、 総統艦艇への攻撃を開始した。ソビエト赤軍の公式発表によると、戦闘は帝国議会議事堂で行われたものに告示しており、ビルヘルム広場で戦闘が行われ、ソビエト赤軍の榴弾砲が撃ち込まれる中、玄関や屋内でさらに激しい戦闘が行われた。第5突撃軍媒下の第9狙撃兵軍団司令官、アンナニクリナは、総統艦艇の屋根に、 赤軍機を掲げるよう命令した。しかしアントニー・ビーバーは前夜にドイツ軍のほとんどが脱出したため、帝国議会議事堂で行われたほど過酷な戦闘が行われたことはなかっただろうと指摘しており、ソビエト赤軍の発表は誇張であるとしている。午前1時、ソビエト赤軍はドイツ第56総合軍団から停戦交渉を行うため、 ポツダム橋に白旗を掲げた軍師を送るとの通信を傍受した。この通信は上級司令部へと取り継がれ、午前6時にバイトリングら司令部は降伏した。8時23分、チュイコフとの面会のために移送された。チュイコフはバイトリングに面会すると、ベルリン防衛軍の司令官がバイトリング本人かどうかの確認とクレープスの所在を尋ねた。バイトリングは自分が 防衛軍司令官であり、クレープスは昨夜総統官邸で見たが多分自殺しただろうと答えた。その後の交渉でバイトリングはベルリンが無条件降伏すること、まだ戦闘を継続しているドイツ兵にソビエト赤軍へ投降するよう命じることに同意し、チュイコフト第一ウクライナ方面軍参謀長ワシーリー・ソコロフスキーの命令でバトリングは降伏文書に署名した。 その頃、ティー・アガルテンの校舎砲塔守備隊350人が脱出した。ベルリン市内では降伏を拒否した武装 SS が立てこもる建物で散発的な戦闘が続いていたが、ソビエト赤軍は立てこもりを続ける建物を爆破して対応した。市内でソビエト赤軍による炊き出しが始まると、ドイツ兵、避難民らが一斉に行列を作った。そんな中、 武装 SS が降伏するドイツ兵や白旗を掲げる避難民や家屋を攻撃しているという報告が入っていた。ソビエト赤軍は家から家を回って鉄道員、消防員、警察など制服を着た者を拘束、戦争捕虜として連行した。ソビエト赤軍はベルリン市民に食料を供給することに努力した。しかし、これと同時に多数の地域で 独祖戦で受けた損害に対する復讐として、ソビエト赤軍の兵士による、創除暴行、略奪、殺害などが横行したが、軍司令部は、数週間にわたってこの問題を放置した。なおこれについては、対日戦末期の満州侵攻時に発生した、創除暴行や略奪、殺害と同様であり、戦後罪に問われることも謝罪することもなかった。さらに、ソビエト赤軍の兵士たちは、 ロシア語ができる大使館員らの制止を無視して、密訴中立条約により中立関係にある日本国大使館に押し入り、大使館員の時計や食料などを強奪するに至った。これに対して残留していた大使館員が軍司令部に抗議をしたため、後に警備兵が立つことになった。さらにその後も、司令部に訪れた日本大使館員を数日間、監禁し、 立憲トロップ外相の行方などについて尋問するという国際法に違反する行為を行った。さらに数日後、日本と交戦しているイギリス軍やアメリカ軍がベルリンに入場してくることが決まったため、数時間の猶予を与えた上に全ての残留大使館関係者をモスクワ経由で日本に帰還させた。対独戦勝記念日のために使われる戦勝機は2007年5月7日、 ロシア連邦法によって制定された。独祖戦。ありがとうございます。